ら7、7、7警備隊。宇宙人の侵略から地球を守るため日夜パトロールを続けているのです。風の強い夜のこと。警備隊の方ですね。そうですか。あの諸星隊員では。俺そう諸星団。お会いしたかったんです。ショック死ってとこだったんだぞ。面目ありません。女だと思ってつい油断してしまって。ウルトラ警備隊員としては少し迂闊だったな。相手は初めから殺意を持ってたんだからな。ああ、僕の身代わりにやられたようなもんだな。すいません。いや、今度だったら絶対ただじゃおかねえから。それにしても一体何者なんだろう。その大胆な手口といい、ただの女じゃなさそうだ。それに問題はなぜ諸星団を狙ったか。隊長、ブローチの文字解読ができました。そうか、それで。アンドロイドゼロ指令。アンドロイドゼロ指令、一体何だろう。隊長、僕にその女を追わせてください。いや、俺も行くよ。おい、その体じゃ無理だ。俺が行くよ。あの顔は忘れん。よし、二人で追っかけろ。ついでにアンドロイドゼロ指令がどんな指令なのか探るんだ。はっ。アマイン、このブローチを分析室に回せ。はい。Thank you.
かっこいいよ。まるで本物だ。とてもおもちゃとは思えない。どこで買ったのこれ？おもちゃじいさんだよ。おもちゃじいさん？そのワッペンも？そうだよ。おもちゃを買うとおまけにつけてくれるんだ。あそこにいるよ。ほら。今度はこのジェット機が空を飛ぶよ。さあさあさあ、わしのおもちゃは買って損がないね。決まりにしようかな。さあ、親たちどいておくれ。よし、どっこいしょ。つけてみよう。よし。こんにちは。あのじいさん、いつ頃からあそこへ住んでるんですか？ああ、おもちゃじいさんですか？ええ。そうね。ふらっとあそこへ住み着いて、かれこれ1年ぐらいになるかしら。子供好きないいおじいさんですよ。どうもありがとう。はい、こちらだ。例のペンダントを分析した結果、宇宙金属と判明したぞ。宇宙金属。気をつけろ。敵はなかなか手強そうだ。了解。見つけたらしいな。こっちも準備完了だ。今夜あたりやっちまうかな。おう、どうだった？間違いありません。これもあのブローチと同じ宇宙金属です。やっぱりそうか。それだけじゃないぞ。このワッペンにはな、
ある種の周波だけを受け付ける特殊な装置がしてあるんだ。何？受信装置？ええ、この部分が受信機になっているようです。おお、子供たち、おもちゃ、ワッペ、ゼロ指令、全くわからんな。早めに見当をつけた方が良さそうだ。あ、そのじいさんを徹底的に洗ってくれ。はい、そうします。よし、じゃあ。ゼロ指令、今夜発令する。はい。そのためには諸星団の動きを封じなければならん。それがお前の役目だ。お前はそのために作られた。分かっております。二度と失敗は許されんぞ。何としてでも諸星団を M 地点に誘い込みます。それがよかろう。そろそろこっちへ向かってる頃だ。行きなさい。なんて逃げ足の速い女だ。あれは人間じゃない。もう普通のネズミ同然だ。捕まえようぜ。時報とともにアンドロイドゼロ指令が発令されます。あとしばらくお待ちください。出てこい。お客様にお知らせします。誰だ。午前0時の時報とともに出てこい。アンドロイドゼロ指令が発令されます。Thank you.
マネキンか。落ち着け。お知らせします。午前0時の時報とともにアンドロイドゼロ指令が発令されます。あとしばらくお待ちください。貴様は何者だ。アンドロイドゼロ指令とは何だ。答えろ。 お答えしよう。アンドロイドゼロ指令、簡単に言うと、まず催眠周波を子供たちに送って催眠状態に置く。それからあのおもちゃ、実は本物なんだ。昨日は止めてあるがね。そのためにワッペン。さよう。あのワッペンは子供たちに催眠周波を与え、おもちゃを実戦用の武器に切り替える役目をする。そんなことができると思ってるのか。できるね。見ていたまえ。午前0時の時報とともに子供たちのおもちゃが一斉に狂気になるんだ。私のばらまいたおもちゃがな。催眠状態に置かれた子供たちは私の思い通りに操ることができる。子供たちの持つ最新鋭の武器は地球上のいかなる武器よりも強力だ。まして地球の大人たちは子供には武器は向けはしないだろう。だから子供たちは何の苦労もなく、ごく平和的に、東京、日本、いや、全世界をたちまち占領してしまうというのだ。どうです、お分かりかな、ゼロ指令の内容が。ふん、バカバカしいや。おもちゃが本物になってたまるか。では、納得させてあげよう。出会いちゃう。バッキー野郎、おもちゃにやれてたまるけ。さあ、膝どうです。俺はいい。それより早く本部へ。うん。こちら団、こちら団、本部応答願います。こちら様、本部、本部。こちら様、本部、本部。妨害されてるんです。本部、こちら様。こちら本部。あ、はい、こちら団。どうしたんだ。
蘇我隊員が負傷して動けないんです。蘇我が負傷したって？おもちゃの戦闘機に襲撃されたんです。なんだって？天井から飛行機、床の上に戦車部隊。おいおい、もっと真面目にやれよ。冗談言ってんじゃありません。いいですか、僕は寝ぼけているんじゃないんですよ。これは事実なんです。おもちゃが本物になったんですよ。おい、ちょっと待て、ダン。あ、隊長。もっと落ち着いて話せ。はい、アンドロイドゼロ治療の内容がつかめたんです。うん、それで？奴らは子供を催眠状態にしておもちゃの武器を持たせようと企んでいるんです。そのおもちゃも実は本物で、地球上のどんな武器よりもはるかに強力です。アンドロイドゼロ指令が発令されるのは今夜の0時です。早く何とかしなければ大変なことになります。さあ、見ろ。ちくしょう。ダン、どうしたんだ。ダン、何が起こったんだ。ダン、ダン、何か起こったらしい。立ち出動。はい、はい。ここに蘇我隊員さんいなければ。チキショー、この化け物は。蘇我隊員すまん。キュア。心しておけば。もう何もかも終わりです。無事だったか。はい、ウルトラセブンのおかげです。そうか、事件を未然に食い止めることができて本当によかった。もしゼロ指令が本当に発令されていたら、世の大人たちは手も足も出なかっただろうな。恐ろしい計画ですよ。さあ行こう。だが何事も起こらない。町は平和に眠っていた。